台湾東部沖を震源とする地震から今日で3日目です。被害が大きかった花蓮で倒壊したビルの解体作業が始まりました。福岡県では被災地を支援しようという動きが広がっています。福岡市の市役所や各区役所には台湾地震の被災者に向けた募金箱が設置され、訪れた人が募金をしていました。とても心痛むことですし、でも日本で大きな地震があったときに台湾は必ず、たくさんのお金を集めて日本に送ってくださるので、今回は当然日本人として台湾を応援しなきゃいけないなと思いました。福岡市では今月30日まで設置されるほか、県庁パスポートセンターなどにも募金箱が設置され、支援の動きが広がっています。